やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、Amazon など通販サイトから人気を確立した、定番の完全無線イヤホンブランド、サウンドピーツから、完全無線イヤホン、カプセル3プロがやってきたぞ。図らずも、2台連続で、アクティブノイズキャンセリングを売り込んでる完全無線イヤホンをレビューするわけだけど、各社いずれも本気モードだ。カプセル3プロの、サウンドピーツが押し出すアピールポイントはこんな感じ。まず、ハイレゾワイヤレス認証対応と、LDAC コーデックに対応してる点。これは、先に発売された、エアサンデラックス HS でも対応してたんだけど、密閉型、ノイキャン付きでこの価格帯で出てきたのは驚きだ。対応コーデックは、SBC、AAC、そして LDAC、リフォームや Windows 11だと AAC、LDAC に対応している上流だと、LDAC で接続される。とにもかくにも、LDAC に対応してる。っていうのが大きなポイントだ。さらに、価格帯最高クラスのノイズ低減能力を持っていて、実際に体験しても、ノイズキャンセリング能力は同価格帯の中でも強め、風の強いこの時期に外で使う場合、風切り音低減モードは必須なんだけど、それもしっかりと備えるぞ。さらに、長寿命なバッテリー、単体での動作時間は交渉8時間、音量によってはもっと短くなるけど、ANC オフでこれだけ動作してくれれば文句なしだ。これだけいろいろやって、1月2日まで、クーポンもろもろ込みの値段は約6176円。強烈な価格設定だと思う。と、ここまでがサウンドピーツ公式がアピールする、カプセル3プロの新機軸。交渉8時間は、おそらく、AAC、適正音量、ANC オフの状態での連続動作時間で、より高音質なのと引き換えに、通信量が増える LDAC での利用や、ANC オンなどを使うと、より駆動時間は短くなるだろう点には注意が必要だ。今回から ANC オンの状態での連続動作時間の言及がなくなってるのは、ちょっと気になる点だな。そこら辺が複雑になって、はっきりとこの時間、って言えなくなったんだと思う。このイヤホン、見た目は大きく変化したけど、寸法や採用ドライバーから見て、同じサウンドピーツのワイヤレスイヤホン、サウンドピーツエアさんの後継モデルだ。採用ドライバーは同じ、12mm のバイオセルロース振動板。バイオセルロースは、植物の繊維などを使った、繊維系振動板。めちゃくちゃざっくり言うと、音質的にも耐久性的にも神のすごいやつ、という認識でよろしい。全体に温かみを出しつつ、中高音域以上の書き分けもこなせる、優秀なドライバーだ。ちなみに、エアサンプロの時には、ちょっと高音域が優しい、というレビューだったんだけど、鳴らし込みでかなり高音域もはっきり出るようになった。今回のカプセル3プロは、初期状態でしっかり高音域が出てたので、最初からポテンシャルを発揮できてるぞ。12mm のダイナミックドライバーは、有線イヤホンとして考えても最大級のかなりでかいドライバーだ。それを無線イヤホンで搭載しているイヤホンは、かなり珍しく、また、そのどれもが優秀な音色を持っている。今回は、最初から、しっかりバイオセルロースの旨味を全力で引き出せてるので、音質の面からもおすすめできるな。本体は装飾が増えたものの、装着感、操作系はすでによく練り込まれたもので、使っていて全く不満を感じなかった。ノズルは楕円形で、エアサンプロとは異なるダストフィルターがついている。本体上部のただの穴だったベントも、メッシュがついて豪華な印象を感じるな。ケースは一回り大型か。これは、バッテリー容量が大幅に増えたためで、ケースを併用して最大52時間の連続動作が可能だ。先に紹介したエアサンプロの2倍以上の使用時間を確保しているぞ。LDAC 採用のサウンドピーツで見られる、ローズゴールドの配色もいい感じ。QCC3040 からチップが変更されたので、ノイズキャンセリングもより強力になった。と入っても、各社の発表してる数値は、体感のものとは異なる。体感上の感想だと、エアサンプロより確実に強化されてる印象。ただ、人間の声以上の音が低減されてる感じは少なめ。鉄道の音とか、エアコンの音とかにはしっかり効果を発揮するので、人間の活動音以外の機械音とかを取り除きたい、という目的にはかなり有効だ。食器のカチャカチャいう音とかは聞こえてくる感じだな。十分に強力な部類だと思うな。具体的に並べると、古い TWS 全般より強力。最近高評価を出してるモデルを、ノイズキャンセリングの効果的だった順番に並べると、イヤーファンエアプロ3、エディフィアーネオバッツプロ、サウンドピーツミニプロ、今回紹介した、サウンドピーツカプセル3プロ、その下に、サウンドピーツエアサンプロ、イヤーファンエア S、そしてドナードバッツ1。と、いった塩梅に並んでる。カプセル3プロまでは結構僅差なイメージで、
それ以下になると機械ノイズなんかが完全に削り切れない印象。なので、カプセル3 Pro は、十分にノイズキャンセリングに期待して購入しても問題ないレベルだ。風切り音モードも用意されているので、実用的な ANC として期待しちゃって大丈夫だぞ。というわけで、バッテリーは長持ち、LDAC に対応した、ハイレゾワイヤレスが鳴らせるイヤホン、ANC もしっかり強力になっている、あとは 12mm バイオセルロースの音色がどんな音かが大事なんだけど、高音域はよく出ている、仙台を初めて聞いた時より、明らかに全体が明るく感じられた。金属楽器にも十分対応できてる感じで、エアサンプロより空間が広くなった感じがある、ボーカルなんかは非常にエネルギッシュで、厚みを感じる音色だ。狭めの空間で、音が逃げないで全体を覆っているような感覚。ライバルのイヤーファンエアプロさんと比較して、こちらの方がよりハキハキ高音が出るけど、より狭い空間で音楽と向き合ってる感じがする。そして低音、ド低音機だよこれ。12mm のドライバーを、ほとんど空気を逃さずに鳴らすので、まるで頭の中に低音を吹き込まれているような、強烈で囲まれた低音域が常になり続ける。コントラバスなんか弾いた時には、空間全体が楽器ですか?というくらい濃厚で圧倒的な低音域量だ。もちろん、EDM なんかのサブベースも、頭の中で頭全体を覆うような強烈な低音体験が押し寄せるぞ。サウンドピーツ全体で見ても、低音が強く。それどころか有線イヤホン界隈まで含めてみても、やっぱり低音が強い。しかも近くて逃げ場もない。ちなみに、サウンドピーツのイヤホンは、サウンドピーツの専用アプリに対応してるので、この低音はアプリのイコライザでうまく適量まで削減することも可能だ。けど、この圧倒的ベース能力は、12mm とかいう特大ダイナミックドライバーを密閉型で使ったことによる圧倒的個性なので、低音疲れするまでは、しっかりノーマルで聞いてみてほしい。ほら、癖になるかもしれないから。低音域が強いけど、飽きが来ないのは、高音域までしっかりなっているから、独特な圧倒的量感と一緒に、はっきりとしたハイハットもしっかり聞こえるので、そのおかげで全体が低音に飲まれていないんじゃないかな。中音域も、それらの音の後ろに回らず、しっかりボーカルを届けてくれるので、とにかく密閉空間でパワーを爆発させたような、臨場感のある音色が楽しめるぞ。ちなみに、同じドライバーを使っているはずのエアサンプロと、同じ Windows 11の AAC 接続で聞き比べたところ、若干、カプセル3 Pro の方が、中高音域あたりの書き分けがはっきりしてる印象を受けた。個体差か、チップの違いか、設計の違いか、エアサンプロとカプセル3 Pro の外装を見比べると、エアサンプロには開いていないベントが開いてたりと、しっかりと違いは作られてるみたいだ。というわけで、音質文句なし、スペック最強、ANC も実用的、装着感も、過去モデルの形状を引き継いでいて良好。隙のない仕上がりになっている。それから、重要なのは通話時のマイク品質。こちらも、複数のマイクを使ってノイズを抑制していて、優秀と思われる。あとは実際に聞き取りやすいか、音量が取れているか、が重要なので、実際に録音したものをチェックしてみよう。おはようございます。こんにちは。こんばんは。レビューヘルミカンのハブミカンです。サウンドピースカプセル3 Pro で録音しています。どうかな?音量は適正、音質も問題なさそうだ。最近のものは大体、音量、ノイズ抑制ともに問題ないものが多いけど、実際掴んでみて、ダメなやつはとことんダメだからな。というわけで、マイク音質に関しても問題なし、低音域が若干特徴的だけど、ここはイコライザでなんとでもなるし、むしろこの怒涛のような近い低音域は、本気じゃないと聞けないものだから、最初はぶつかって砕けるくらいの気持ちで標準で聞いてみるのをおすすめするぞ。同社のミニプロなんかは、10mm のバイオセルロース振動板で、バランスが良いけど、この圧倒的熱量は 12mm のドライバーを採用したカプシュール3 Pro でしか聞けないからな。ちなみに、ミニプロも、このカプシュール3 Pro より一歩早く LDAC 対応モデルの、サウンドピーツミニプロ HS としてリリースされてる。僕はミニプロ無印のみしか持ってないけど、LDAC 採用でよりハキハキとした明瞭な音が好みの人は、ミニプロ HS もおすすめだ。また、ミニプロ HS と、今回紹介したカプセル3 Pro の違いは、ドライバーが 10mm か、12mm かの差なので、ドライバー差による低音の質感の違いを確かめてみたい人は、両方買っても面白いかもしれないぞ。個人的な好みから言うと、ミニプロ HS のサウンドがおすすめだけど、君はどっちが好きかな?
こんなところだな。サウンドピーツは、本当に一気に LDAC を身近なものにしてくれたと思う。そこで他メーカーより一本抜きんでるけど、他メーカーもそれぞれの特徴的機能を持っていて、相変わらず一進一退の状態だ。実に強烈な競争状態で、来年の TWS もまた進化してくれそうだな。といったところで今回はここまで。